それでは早速参りましょう。これを見て地元の情報通になろう、地元通のコーナーです。地域の話題3つご紹介します。それではどうぞ。西都市の清水台総合公園では宮崎で合宿中のデスサッカー男子日本代表候補のトレーニングが行われました。デフサッカーは聾者と言われる聴覚に障害のある人たちで行うサッカーで、通常のサッカーと基本的なルールは同じです。選手には笛の音が聞こえないため、主審は笛とフラッグ両方で判定を知らせます。日本代表の候補選手は現在26人いて、この中から最終的に23人が登録メンバーとして選ばれます。この日は宮崎産業経営大学サッカー部との練習試合が行われ、選手たちはお互いの意思疎通を図りながら連携してパスをつなぎ、見事なゴールを決めていました。選手たちはその競争心を持ちながらも、今日の相手も素晴らしい大学生と試合ができたということで、まあ、結果はね、引き分けだったんですけども、内容を蓋を開けてみれば、これからの可能性が感じられるような、まあ、いい雰囲気に持ってきたかなと思っています。一人一人の選手が自分をアピールする場なので、みんなこのアピールに持ってると思います。聞こえない分、ボールが来る前に、相手の方を持って打って、頭に入れて打って、で、ボールが来た子供方にパッと送って、この準備の繰り返しがあって、早いパッマースができるんだと思います。試合の後には、地元のサッカーキッズとの交流会が行われ、選手たちはコミュニケーションの大切さを子供たちに伝えていました。2年後に開催される聾者のオリンピック、デフリンピック優勝に向けて、代表候補選手たちの猛アピールは続きます。大淀川学習館里山の学校杉の家では、ミツバチの観察教室が行われ、親子5組13人が参加しました。これはミツバチの生態を知る機会を作ろうと、ミツバチが一番活発に動き回るこの時期に合わせて行われました。普段はミツバチを育てて、蜂蜜を取ったり、果汁の、農家さんに、交配用のミツバチを貸し出したりしています。普段のですね、生活とか食生活の中でミツバチがどんな、役割をしているのかとか、あと自然とミツバチがどういうふうに関わっているのかっていうのを、皆さんに知っていただきたいと思いまして、行いました。はじめにミツバチについて詳しい説明が行われた後、参加者は実際に楠木さんが養蜂している西洋ミツバチの巣箱へ移動。繁殖期のミツバチの群れは1匹の女王バチと数万匹の働きバチ、何千匹かのオスバチの3種類で構成されています。最初は巣箱を覆い尽くすほどのミツバチに驚く参加者でしたが、慣れてくると興味深そうに楠木さんの話に耳を傾け、じっくりと観察を楽しんでいました。蜂に触ったりできてすごかった。女王蜂のお尻が長いことにびっくりしました。ブンブン音がして、なんかすごい迫力だった。いっぱいいるなと思った。蜂が怖かった。蜂の多さにびっくりしました。とてもまあ勉強になりましたね、はい。子どもたちにいい経験をさせられたなと思っています。大淀川学習館では今後、ミツバチ以外にも様々な昆虫の観察会を定期的に行うとのことです。 JR 宮崎駅近くにある栄町外気公園では、子どもたちが楽しみながら様々な体験をすることができる子ども祭りが開かれ、多くの家族連れなどでにぎわいました。これは公共施設などの利活用方法を民間事業者から募集し、その場所や魅力を生かした事業などを試験的に行うトライアルサウンディングという制度を宮崎市が初めて利用したイベントで、今回は建物設備のメンテナンスなどを行う企業、ジャパンマネジメントの主催で実施されました。
広場ではユニークな形の自転車で公園内を走行できるエリアや、豪華景品をゲットできるじゃんけん大会、ぼかし巻きなどのイベントが行われ、子どもたちの和気あいあいとした雰囲気で公園内は活気にあふれていました。また児童館では VR やドローンを操縦する体験会も行われ、子どもたちは専用のゴーグルを装着してバーチャルの世界を体感したり、ドローンで物を運ぶスピードを競うなどをして最新の技術も楽しんでいました。ドローンも難しかった。この鉄に磁石をつけるんだけど、僕はつけれたけど、ヘリポートみたいなところに置かないといけないんだけど、時間切れで置けなかった。この公園でいろいろな遊びができるっていうことが分かったのと、でこの辺に住んでる方以外の方でも結構来られてるんだなと思って、いいイベントでした。この制度を利用した取り組みは7月末まで行われる予定で、市では今後もさまざまな民間事業者と協力しながら、町の公園や児童館などの利用促進などを進めていくとのことです。地域の話題を3本ご紹介しました。はい、まず1本目がデフサッカー男子日本代表候補合宿ということでしたが、競技中ですね、選手は皆さん補聴器を外すということが義務付けられているそうなんですよ。なので、より選手同士がそのアイコンタクトとか、手話をしながらコミュニケーションをより取りながら試合をするという感じなんだ。でもやっぱり日本代表候補だけあって、すごいなんか動きが早くてびっくりしました。やっぱりそのね、スムーズにこうパスをするためのコミュニケーションが大事なんだなというところですね。2年後に開催されるデフリンピック、こちらも楽しみですね。はい、頑張ってください。はい、さあそして2本目ですけれども、ミツバチの観察会ということですけれども、これはすごいですね。本当にめちゃくちゃ蜂がいましたね。いや初めてっていうか、間近で見ることがなかなかないので、いい機会になったんじゃないかなと思いますけれどもね。このミツバチの観察教室ということですけれども、西洋ミツバチというのはもともとそのおとなしい、基本的におとなしい蜂なんだそうですが、万が一のことを考えて防虫ネットをしての観察教室ということだったそうです。でやっぱり天候によってはミツバチもね、ちょっと機嫌が悪くなったりとか、そういうこともあるということ、ね、人間と一緒ですよね。そうですね、何かとね。で、今後ですね、目指せ、虫博士の教室は今年度あと6回あるそうなんですが、ミツバチに関しては今回のみということで、今後はですね、2回目以降は夜間などにも昆虫観察を行うということですから、ぜひ皆さんチェックしておいてくださいね。はい、そして3本目が子ども祭りということで、すごい賑わってましたね。いろんなコーナーがありましたね。いろんな乗り物に乗れたりとか、またドローンを体験したりとか、VR とかもありましたね。でもなんかうまくいかなかったとか、時間内にできなかったとか、やっぱなんかそういうイベントがないと体験できなかったりもするので、いいですよね。で他にもフットサルの体験とか、キッチンカーとかも並んでね、昼間もすごく盛り上がったようです。そしてですね、これトライアルサウンディングっていう制度を、利用してやってる取り組みということで、7月末頃まで行われる予定ですので、あと何回か行われるということです。皆さんチェックしてみてください。はい、というわけで地域の話題3本ご紹介いたしました。